アジ散歩。福田雄也が好きだ。だったでしょ。うわー微妙やね今の。ちょっと福田雄也の方がちょっと多かったような。ちょっといいとこ行きました。いいとこ行ったね。時間ないんですよ。はい。テレレレレレレテレレレ。あー出た。またこれだ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 。あ、わかりました。はい次カジさんのスケン、お願いします。それさみんな聞きたくないから。めっちゃ聞きたいよね。お願いします。お願いします。そんなん予想してなかったから。やばいやばいやばい、ね、サランヘヨ。サランヘヨ。一番多い。あ、違う。いや、じゃあもう失笑。でれれれれれれ。出た。ドクロー。これドクロね、一発芸です。すいません。待って。はい、どうぞ。福岡選手がどうぞ。いいですか。じゃあ、はい、行きまーす。はい。素晴らしい。わーいからグリコ。はい、ありがとうございました。藤原先生、どうぞ。OK。 はい、ポッキーポッキー。はい、はい、どうも。テレレレレレレテレレレレレレ。あ、出たー、これ出たー。ちょっと待って待って待って、どういうこと。一発ギャグ。福岡選手、どうぞ。山登り。あ、ここにチョコあんじゃん。あ、ここにもチョコがある。チョコチョコチョコの中散歩。はい、なんてもうないんすよ。はい、藤原選手どうぞ。藤原選手どうぞ。藤原選手どうぞ。ファー。もうこれしかないんすよ。続きましていきますよ。リリリリリリリ。いやー出たーこれー。スライドしてた。出たー。エゴコロ対決。藤原選手と福岡選手にね、1分間で今ね、新しくマスコット、皆さんマスコット、新しいマスコットのみんな、モフレム見せてください。名前聞こうと思ったのに。あ、え、何それ。名前分かってます皆さん。モフレムです。モフレムの絵を描いてもらいます。で、1分間後の作品を披露してもらいます。じゃあ行きますよ。よーいスタート。あ、ファンの人が優しい優しい。これ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 って。3に、終了。はい、青チーム、福岡選手どうぞ。さあ、それではですね、今日はガンバ大阪 OB白井篤さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。白井さんは京都産業大学から、はい、まずは、社会人のクラブでプレーをされて、はい、そしてガンバ大阪と、はい、J リーグができるって当時思ってらっしゃいましたか。いや、まさかプロ化になるとも思ってないし、はい、もうその当時は大学出てサッカーで、はい、就職してっていうのが、まあ、主流だったので、はいはいはい、それで、そういう、まあ、コースというかそういうコースをたどっていた感じですね、はいはい、で J リーグが開幕をして、はい、あの開幕の当時の雰囲気っていうのは
まあ、ご自身もご覧になったりこういろいろとこう肌で感じる部分というのもあったと思いますけれども、どういう時代だったんでしょうね。今あのおっしゃったように社会人やってたので、はいはい、そのギャップっていうのがすごくて、あまりにもブームが、はい、J リーグブームみたいな感じで、はい、プラチナチケットとかで、そのサッカーのレベルとのギャップが、はい、うん、去年までと同じサッカーしてるのになんでこんなに悪くなるのかなとそんな印象でした。選手は今まで通り練習してピッチに立って90分なりのこの試合に臨んでるはずなのに、はい、周りがもうどん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 環境が、ね、へー、じゃあ本当になんかこれは現実なのかっていうような感覚っていうのがちょっとあったんですかね。はい、そうですね、ちょっとふわついてました自分、はい、アジ散歩。福岡選手どうぞ。モフレフ。はい、続きまして藤原選手どうぞ。いや、ちゃうやん、見してもらったんすよ。目悪すぎない？あかんって。違う、絶対あかんでしょこれ。いや、見してもらって書きましたもん。いや、見せてもらって、それ。いや、もう、ガンバ大阪特命広報大使やってますから、もう、こういうね、マスコット、最高。ドン。一緒やん。毛が生えてる？モフレフ、もう一回、ちょっと見せてもらって。一緒やん。あ、なんか、なんかついてましたね、上に。皆さん、いい対決でしたね、これね。圧勝でしょ。圧勝じゃないでしょ。じゃあいきますよ。はい、続きまして、絵心がないということでありがとうございます。ティリリリリリリティリリリリリ、あ、出た、出てほしいやつが出た。やっぱりサッカー選手ということで、サッカー選手はね、瞬時に判断するとか、やっぱり目から入ってきた情報っていうのは多分脳で考えて出す、答えを出すっていうのは多分得意だと思います。暗算対決でございます。やっぱりサッカー選手頭いいんだぞっていうところを、あのお子さんたちにね、あの見せてもらって、やっぱサッカーだけできてても仕方がない。これはもう勉強もやっぱりできないといけない。じゃあいきますよ。いや、暗算はちょ嫌いだわ。嫌いだわ。いきますよ。じゃあ今から出すフリップ足していってください。いきます。17+8+35+40+3+3+12は、はい、もうじゃあカイジさん、はい、カイジさん、はい、答え分かります？やってるよ、それは。そう思う。分かりました。フリップを落としちゃダメなのよ。こっち側に足す15。はい、福岡選手どうぞ。これ間違えた方がいいかな、はるくん。間違えた方がいい。いや、もうこれ正解出してください。110っす。で150。正解は110でした。イエーイ、めっちゃホリデー。はい、そろそろお時間のようなので、最後暗算対決いきます。12+50+60+97は、はい、福岡選手どうぞ。やばい。もう携帯でやったから。200。え？219。はい。226。226。はい。219。正解は321でした。ありがとうございました。
だそういうことで、何これ今日両チームのねこの青チーム黒チームのキャプテンに来てもらいました福岡選手と、藤原選手でした。この後ファンフェスタ皆さん楽しんでいってください。ありがとうございました。大きな拍手お願いします。